やりたいこれ。人狼したかったんだ。人狼したかったんだ。怖いな。そうです。そういうことやな。人狼だからまだね。まあ俺入ってる。聞こえる？吐かない方がいいな。これで入ってない。違法アバター使ってる。お前晒すぞ。お前動画晒したのか。こいつ違法アバター使ってます。こいつ違法アバター使ってます。名前パークって言います。やめてください。やめてください。違法アバター使ってます。やめてください。やめてください。こいつ違法アバターで。違法アバター使って収益稼ごうとしてます。こいつ。してますね。こいつだけなんか女にモテようとしてさ、なんかイケメンのさ、なんかイケメン枠作ってるよな。こいつさ、説明お願いします。ホラーワールドっていうのはご存知ですか？3人とも。ホラーをメインとしたワールドがあるのは知ってますよ。そうです、そうです。まあ、驚かしてくるホラーゲーみたいなね、ワールドがあるんですけど、そこに、人狼要素を取り入れた、なんか上下に運動してるの、大丈夫かこれ。聞いてますか？聞いてます、聞いてます。上下運動って言うな、お前。上下運動って言うな。大丈夫ね、お前。大丈夫、人狼。人狼大丈夫。時は戻ってきた。あ、戻ってきました。あれ声が聞こえない。着いた着いた。生きてます？ミネ、ミネー。ミネさん？ミネ固まってないか？どうしたのミネさん？どこ見てんの？落ちたか？あれ帰ってきた。よーし。なあお前くたばれ。なんでだよ、なんもしてないだろ今。顔見てた、イラついてきた。申し訳ない。うるせえよ。これ中指じゃなくて、中指じゃない。そう。じゃあこうしてやるよ。あ、怖くない。説明お願いします。じゃあ、はい。いきますか。170センチ以上にしてください。170ぐらい。170。逆になっちゃった。170を目安に。うわ、でかっ。でかっ。これでいい？でかいな。その幅、その幅、でかすぎる。中野ってさ、で、これ撮影に気象を来たす、これ。気象な？師匠、師匠。師匠来たじゃん、そんな師匠たちみたいな。このゲームはですね、最初に村人陣営と人狼陣営に分けられます。はい。で、ゲームは制作フェーズ、探索フェーズ、投票フェーズと移行します。では、最初に制作フェーズ。はい、はい、はい。はい、はい、はい、はい。まあ、このゲームね、まあ、人狼っていうから、人狼サイドの役割があるんですけど、はい。人狼サイドは、ある別部屋に移動させられて、そこでワールド、なんかちっちゃいマップみたいのが見えるんですけど、そこに、なんかギミックとかを置いたりして、自分の手で動かして置いて、うん、うん、うん。はい。こうやってワールドを作って、ホラーワーを作って。自分で作ることができるんだ、人狼は。なるほど。そうです、そうです。で、その、制作フェーズが一定時間経過するか、赤いボタンを押すと探索フェーズ、その人狼も含めた、まあ、ホラーゲー探索に移行します。はいはい、うんうん、はい。自分で作ったとこも一緒に行くってことか。なるほどね。まあ、投票フェーズでホラーを作った人を探す。でかいなぁ！でけぇな、見えない見えない見えなぁ。まあ、要は、はい、ホラーを作った人狼は、ここで怖いの来るなっていうのがわかるわけですよ。なんで、怖がらないんですよ、普通は。はい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 。そうですそうです。そうだね。人側、そのなんか、この人、ここで怖いの来たのに怖がってないな、こいつ怪しいなって、どん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 探索していくうちに、絞って、最後の投票で決めるって感じですね。なるほど、ね、はい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 。ですが、人狼サイドにも驚かすギミックがあります、このワールド。へぇー。人狼にもあるんだ。そうです。これに関しては、村人陣営はそのギミックが見えないんですよ。本当に人狼だけが見えるホラーギミックがあって、はあ、こいつなんか何もないところで怖がってんなっていうのが見えるわけですよ。あー、なんかそれで人狼がどうかの判断になる基準なんだ。なるほど、なるほど。そのギミックは赤い光で照らされてて、あ、これは人狼だけのギミックだっていうのが分かりやすくて、赤いライトで照らされてるので、そこで判断していただくって感じになります。なるほどね。別に何も見えてないのに、勝手にこいつ驚いたってなったら、こいつ怪しいなってなるわけね。そうです、そうです。なるほど。ああ、なるほど。ギミックの中にはね、その人狼村人の、ちょっと、殺しちゃう、キルしちゃうギミックもあるので、これリタイアしないように。死んじゃうの？あ、死ぬんだ。ぶつか
っちゃうと、もうリタイアになっちゃうみたいなのもあるんで。あ、そうなんや。怖っ。おい、ぶつかるじゃん。絶対。うん。幅でかいから。ぶつかるじゃん。やめろって、そう。今指さすな、人。だから、例えばこれ村人だけって書いてあるんで、人狼はそれに当たってもリタイアしないんで、こいつ当たったのにリタイアしないなってのもわかる。あー、なるほど。はい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 。うん、あったか、お前。わかったわかった。大丈夫だよー。バカなんだからさ、お前さ。準備はよろしいですか？オッケー。オッケー。え、なにこれ？あなたは村人です。人狼はあらかじめホラー表現を知っています。反応が薄かったり怪しいプレイを目撃したら疑いましょう。はい、こういうの大好きですね。声色精査俺得意なんで。おお、なんか上見たらなんかスターウォーズのオープニングみたいになってる。さてさて、ちょっと待って、ここからスタートです。え、始まった。じゃもうこん中に裏切り者がいるんですね。おい、誰だ誰だ。早いよ、まだ始まってもねえだろうがよ。お前ら、お前か。早いよ。じゃあミネさんがリーダーで懐中電灯照らしちゃってください。あ、何ボタン、1個しかないのか。あ、1個しかないです。おい、頼むぞーミネ。頼むよ、マジで。トゥル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 ー。こういう話して。昔、小学生の頃にここでカットされますね。あ、じゃあどうぞ、怖い話。お前、ふざけんな、話せよ。僕の夏をこれだっけ。おい、ジーマシャー。どこ行くのこれ。早速、赤い花ありますね、そこに。何あれ。え、これ赤い彼岸花だよ、赤い彼岸花。大丈夫？これ何も来ない急に。だ、大丈夫ですかこれ。ちょ、怖いわ。ちょっと、あ、行け行け。ほらほら、警戒してこれ、ちゃんとゆっくり取りに行かないの。早く行けよ、ほら。いや、危ないって。警戒しすぎだろ、お前。あっ、しすぎだろ。うっ、行けよ、早く。はははは、どっか行った。え、どっか行ったよ、あいつ。ほん、ちょ、何も持ってきた、持ってきた、持ってきた。お、帰ってきた。何があった。目玉の世界に閉じ込められた。めちゃくちゃなんか気持ち悪い。え、え、ちょ、触ってみて、触ってみて。中野行ってきてるじゃん。いや、どうも、もう見に行けって。いや、行ってよ。マジか、俺マジで、うん、うわー、マジか。顔でかいから大丈夫だよ、顔でかいから。うん、大丈夫大丈夫。関係ねえわ、バカ野郎。え、でも関係ねえわ。行くよ。うん。あ、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。触れてない、触れてない。あ、しゃがまないと。手ちっちゃい。あはははは。ちゃっ、めっちゃ背伸びしてんねんけど。一回メニュー入れてしゃがんだ方がいい。そうそうそう、しゃがんで。行こう行こう。うわー、何があったの。え、待って。どうしためがいっぱいの部屋に閉じ込められたよ。そう急に。ピョンと思ったから。もう一回行って、もう一回行って。もう一回行こう。一緒に行こう。じゃあ。オッケー。一緒に行こう。うん。じゃあ、せーの。せーの。いねえじゃん。くそ、ぶっ、やー、おい、いねえじゃねえか。ハハ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 ハ。これで人狼ってなるやったら崩壊してるから、このゲームじゃ崩壊してるから。見とかないとな、一応な。一応見てこよう。そう、峰だけ見てないんだよ、うん、あ、行った。あれ遅いな。狭、まず狭い。それ知ってる感想だね、多分ね。
地球観測ってなんだよ。何だ先に出なかったのがね。ちょっとね。そうそうそう。目玉っていう情報はもうすでに聞いてたから、目玉があるんだろうなと思ったら、クソ狭くてそこにびっくりしたよ。まあ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 、次行きますか、じゃあ。やからなのよな、詰め方が。え、伊能さんはいいの？伊能さんはいいのか。あ、確かに。じゃあ、行っとく？そう、行っといで。伊能さんの可能性もあるのか。うん。おいと。4人中1人だよね。リアクション大事だよ、これ。リアクション取ると。どんなリアクション？めっちゃ怖かった。嘘つけよお前。なんかあんま怖そうじゃなかったぞ今。いやいや、一旦聞いてください。一旦ね。うん。もうこのインプルの前に3人行ってて3人の感想を聞いてたら怖いものも怖くないですよそれ。確かに。うわー不気味だね。うわ。ここ。うわ一番嫌だ。入りたくない。入りたくないここ。パーク行きたく。行きたく。ついてます？ついてきてます？行きますよこれ。でも何もないよ。何もない、何もない。この部屋。何もない。え？何？これびっくりさせてみた。びっくりさせてみた。あ、怪しいな、見るか、今の。ミルさん、ここ、ここだ。ミルさん、ここやばい。どこ？ここ触ってみて。どこがやばい？この洗面台。そう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 。あ、この人人狼だ。これ何もないもん、ないもん。何もなかったもん。あるから、あるからやってみ。タコ、やってみ。本当に？触ってみ？マジ？あるあるある。触ってみ？いや。うわあ！下手くそか。下手くそか。プロを見せてもらえよ、お前は。見せてよ、じゃあ。リアクションのプロはいるから。見せてもらえ。ほんまにな、俺わかるからな、絶叫か絶叫じゃないかってわかるから、俺。出るやばいよ、これ。行くやばいから、これ。見せてよ。やばいよ。やばいよ。おい。おい。かわいい。いや、なんか癖強くない？声どっからだ、なんかマイク、マイク通り越してたけど。マイク通り越してたけど、マジで。犬か行ってこい、行ってこい、行ってこい。どうぞ、どうぞ、行け行け。おい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 。あ、でも、あ、なんもなさそう。なんか段ボールがいっぱい。うわぁ、びっくりしたー。いや。おい、見て釣ろうぜ、おい。あ、結婚がある。全然。違う。え、いつ婚約したんですか？ああ。その結婚じゃねえわ。2ヶ月ぐらい前に。あ、反応がない。反応がない。2ヶ月ぐらい前にじゃねえよ、お前。あ、ないね。大丈夫だ。余裕だよ。ああうわあ何ああ腕が何これ腕が何が起きた何が起きた腕掴まれた知らない人に掴まれてないよえ掴まれてない掴まれた掴まれてないえ右足ね。これ、手、右。小さすぎて短すぎて分からなかった。判定がなかったってことそんなバカアバターに左右されるえ、女の子は見えました？あ、女の子そこに立ってたね。あ、見えてたんだ。あ、じゃあ、え？うん、立ってた、立ってた。じゃ、峰さん、さっきまで狂人ってこと？何が？え、なんか今、ちゃんと見えてるから。何ががもう黒いわ。うん、なんか怪しいな、これ。何が何もねえところで急に脅かすの、お前。セオリーだろ。狂人なんだよ、ゲーム的に今。あははは。やっちゃダメなのよ。ダメダメ、危ないから。余裕があるね。いや、まあ、もともとあんまりホラーはね、怖くない方なんですよ。じゃあ、ミネさん先頭行ってくださいよ。そう、得意。ほら。ダメ。お前だよ。お前が行け。で、ビビってるよね、ちょっと。車屋さんね。なんだ、ほんま。浮いてる、浮いてるくない？これ、触ったらやばいんかな。浮いてるね。ああ！え？触って。触るよ。うん。触るよ。かぶってて見えない。かぶってて見えない。あそこ？あそこにもなんかあるよ。下。ほら。どれ？死体じゃない？あれ。死体？え、なんもない。バーン！
あ、うわー、あ、ちょっと、あの、ちょっとね、ずれてた、ずれてた。なんかあるよ。ちょ、マジ被ってみる。うわー、ほら。するやつか。結構行くね、結構行くね。行くよ、行くよ。はい。俺も行くわ。オッケー。これついていいんだよね。え？終わりました。ゴールか？ゴール、ゴール。あ、ゴールですね。ゴールだったんだ。なんもなかったなぁ。これ東洋ね、東洋戦といけんのんや。話し合おう。うん、話し合って。おい、指さすんじゃねえよ、だからよ。根拠もねえやつが指さしてんじゃないよ。いやいや、一番の強人がよ。一番怪しかった。うん、一番怪しかった。そうそう、あなた、あなた、あなたです。いや、そう、フルフルしないで。怪しい怪しい。いや、もうおどおどしてるやん、もう。まずさ、仕掛けが少なかったじゃん。そう、確かに。伊能さんがもう言ってんのよ、それを。仕掛けがなかったなって言ってて、うん、はいはい、そうです、ね、それはそう。でも伊能のカモフラージュの可能性もなくない？素人のふりしてギミックを置かなかった説。じゃあさ、一番白い人を見つけ、うん、一番白い人誰？俺だろ。いや、一番ないだろ。いや、一番ない。俺じゃない？ない。ちょっといい考察落としていい？はい。最初のさ、はいはいはい、目玉のやつあったじゃん。うん、あれさ、え、あれ怖かった？一瞬怖かった？うん、一瞬だけ怖かった？一瞬だけ、まあまあまあ、一瞬だけ怖かった。もう怖くて、怪しい。いや、怪しくないだろう。あの、サイコパスなんですよ。犬とかさ、ゴミ箱とかに平気で捨てれるタイプなんですよ。お前、やばいだろ。やってねえだろうが。ライン超えたよ、ライン。待って、見ねえ。ゲームと関係ねえわ、さ。うん。目玉の時ビビりすぎてたような気もすんだよな。怪しかった。演技っぽかったのも 気がしたん俺。演技っぽかったな。でもそれでいくと、え、じゃあもうこの2択でいい。もうじゃあパー君かミネさん。え、あ、いや、ずるいずるい。自分を外してよ今。でもいやおい、ミネ怪しいよ。さっきパー君にヘイト向けたりさ。俺が言ったら俺になったりさ。どうやってリアクション見てんね。どういう反応するかなって。最後ギミック引っかかってないんだもん。手掴まれてなかったですよね。いやもう短かったんじゃないかな、多分。しかも峰さんは女の子の位置をピンポイントに当てることができた。ということは、俺見たんだよ。俺マジで、俺も違うじゃないですか、これ。え、犬を弁解してよ。あるでしょ、これ。ちょっと怪しいっすわ、中野さん。待ってだよ。犯人はあなただ。じゃあ、だってさ、投票します皆さん。一旦。いや、もう、じゃあ俺じゃん。じゃあ俺じゃん、もう。一旦します？お前が切り出すと、もういよいよ俺なんだって、もうみんな。え、疑ってる、疑ってる。俺疑ってる、疑ってる。全然疑ってる。え、じゃあ、誰が疑ってるんすか？誰が疑ってるんですか？誰が疑ってるんですか？誰を疑ってるんですか？じゃなくて、誰が疑ってるんですか？誰が疑ってるんですか？誰をじゃなくて、え、誰が。おかしくない？誰が、おい、誰をじゃなくて俺に聞いてるの？頭おかしくなってきたの。ちょっと一文字違うだけでだいぶ変わるぞ。おい、パッカン、ちょっと待てよ。ほんま待って、ほんまに待って。いや、このままだとマジで負けるよ。本当に負けるよ。これ、豊洋はこれか。じゃあ僕はまあこの人かな。あ、うわ、やっぱ何これ。え、22、え、22ウルフ出てますね、ここに名前が。あ、でも村人の勝ちだ。なんか勝った。なんかカイランの俺釣られてないのに、引き分けてんのに。いや、怪しいと思ったんだよ。投票なのに何負けなんだ。君子を置く、場所行ったんだけど、早く置かないとすぐ始まっちゃう。最初さ、赤いギミックのやつ。あー、見てないと思うんだけど。はい、俺だけ見てたけど。みんなには見てないの。そう。脅かしたっていう体にしてなかったから。そうっすよね。そういうことか。あ、俺だけだと思って。え、でもなんもないよ。なんもない、なんもない。この部屋。なんもない。なんもない。え？何？びっくりさせてみた。びっくりさせてみた。
あ、怪しいな、ビビるか、そんなの。危なかったあれ。あっこで分かってたのか。一番ビビってるじゃん。あっこ分かってる。めっちゃおもろいわこれ。もう一回ね。よかったよかった。やっていきましょう。何までやれるんだろうね。めっちゃおもろいわこれ。パコこれ配信配信でもやってみたいな。これありっすね。これね。一応プレーニング10人。おーちょっといい、めっちゃいい、めっちゃいい、あと6人呼べる、あと6人やろう、配信者、配信者集めよう、やめりましょう、これこれ面白い、やりたい、これ人狼したかったんだ、人狼したかったんだ、うん、行こう行こう行こう、はーい。おー、あなたは村人です。よし来た。これ待てばいいんだよね。待てばいいんよな。え、もう終わったの？え、なんだ？早くない？早い。絶対ボケてなさそうだけど。ファーストリアクション大事。なんかパークルなんか黙ってなかった？え、黙ってない、黙ってないって。ちょっとバカだからさ、ちゃんと読ましで押したろ。急にヘイト向けてくるでしょ。これマジで何も出んからな。ギビくなかったら、置いてなかったら何も出んからな、お前。な。押しちゃいました。絶対に持たされへん。ボタンがあったから迷わず押しました。やり直させてくれ。頼みますよ。もう一回、もう一回、もう一回、ポータル出します、ね。もう一回、もう一回、もう一回。